歌も好き、もう本当にこれが好き。このシチュエーションはやばいです。これは皆さんこんにちは、ピコです。そしてママです。今日はナイトナイトショーのデイ4のリアクションしていきたいと思います。毎日ありがとう。本当ありがとう。いい人や。チュキやで。ありがとうございます。また、あ、これもキョンボくんの。どこだ？キョンボくんじゃないのかな。うわ、ちょっと。うわね、美人さん。美人さん。リラックスから始まったんだね。キョリンちゃんのリボンの顔ね。何やってるのマジで。ラも好き、もう本当にこれが好き。これめっちゃいい。あ、イエさんのマジが白になった。あ、ほんとだ。いいんだっけ。ここに写真撮っ、ここに行ったらね。ここどこ行ってないと思います。ショボックじゃないか。違うと思う。旅行してるみたいだよ、いろんなとこにね。いや、ナムさんがなんかもうかっこよすぎませんか。いや、もうなんか、かわいいよ。すごい今日は美人だった。どうしちゃった、あの綺麗さ。すごいね。もうみんな結婚間近、綺麗すぎない。大丈夫みんな。まだ行かないでね。ねえ。ジーンが綺麗。ジーンすごいね、うん。いや、みんなみんな綺麗。うん。なんだろう。ユニのリボン可愛かったし。うん、なんだろう。なんかみんな漬物でもしたかのような。
かさ、もうやっぱし良かったんだよね、この状況もね。つきものをしたって言ったらおかしいけど。かなりリラックスしてやれてて、ね、頭の中の整理がついてるんじゃない？そんな気はする。走るばっかりだった、今までと違って。うわぁ、だった。最後のあれがソウルコの最後みたいだったね。泣いたね、あれね。泣いたわ。泣いたわ。バラバラバラって散っていった。そう、最後散っていった。暗闇に。なんかでもこうやっていろいろなとこでやってくれるとね、韓国旅行行ってないけど、なんかちょっといろんなとこ紹介できて。いいね、すごいね。あとどこでやってくれるのか。これでまたさ、バンタンがやったってなったら、行けるようになったらみんな行きたいもんね。聖地巡りになるでしょ。さすがすぎる。よき。うん。うん、明日も期待だな。いや、毎日毎日すごい。明日見れますか？明日レッスンですか？明日レッスンですね。忙しいですね。ちょっとリアタイはあれだけど。います。まるっと見ます。まるっと見ます。うん、じゃあ、またねー。またねー。